迎えております。競走第9レース、今日のメインレース、農林水産第一印象店第9回全日本サラブレッドカップグレード3です。ステナ系オープン1400m にフルゲート10頭が出走します。なお本日予定されておりました盛岡のダービーグランプリ競争は大雪のため中止となりました。返還は各払い戻し窓口で行っております。どうぞご注意ください。場外発売盛岡のダービーグランプリ今日は中止となっておりますのでどうぞご注意ください。第9レース農林水産第一印象店第9回全日本サラブレッドカップグレード3、サラ系オープン 1400m、 10頭によって争われます。 JRA から3頭、そして高崎2頭、大井から1頭、そして岩手から1頭のフルゲート10頭によって争われます。ゲート入り3番の泉宝岩収まりまして6番の東洋レインボーが入ります。最後大外10番の精鋭2トップ、さあすんなり収まりまして体勢完了。スタートしました。10頭横視線、きれいなスタートになっています。さあ各馬の激しい先行争いが始まります。まずは外から9番の坂本デュラブが飛び出していきます。外から坂本デュラブ、内を見ながらさあ一気に先頭になっていきます。2番手には5番の輝きローマンが単独の2番手、さらに後位グループ固まっています。外から東洋レインボー、さらには外バトルラインが続いていきます。各馬1コーナーカーブに入っていくところ、内からは2番のストーンステッパー、さらにストーンステッパーの後ろからは4番のビッグ勝利、内からは1番のシンプーライデンが続きます。後方から3頭目10番の精鋭2トップ、さらに後方の2頭は3番の泉宝岩、最後方追走は7番の金光フローラで向こう上面に入っています。先頭には9番の坂本ドラブが飛ばします。さあ4分の3から1馬身ぐらいのリード、2番手に6番の東洋レインボーが続いています。3番手外目をバトルラインの内からは輝きローマンが続いています。さらにこのグループやや固まって2番のストーンステッパー、外をビッグ勝利が続いています。ビッグ勝利の後ろからは1馬身半後方に内からスルスルシンプルライデンが差を詰めていくところ、さあ各馬400を通過、最4コーラー中間点に入ります。先頭はこの辺り東洋レインボーに変わったか、東洋レインボーか、外は8番のバトルライン、さらに大外から2番のストーンステッパー、このグループ連れて輝きローマン、ビッグ勝利が追い込んでまいります。4コーナーマーク直線コース、先頭はバトルラインが先頭になった。バトルライン、外からストーンステッパー、バトルラインとストーンステッパー2頭、さあ3番手は外4番ビッグ勝利か、先頭は8番のバトルラインが先頭、2番手ストーンステッパー、バトルライン合輪、8番のバトルラインが解消しています。4コーナー手前早め先頭からそのまま直線力強く押し切っています。2番手には2番のストーンステッパー、さらには5番の輝きローマン、3番手の入線です。第9レース第9回全日本サラブレッドカップグレード3、8番のバトルラインと藤田真嗣が制しています。2番手には2番のストーンステッパー、さらに3番手5番輝きローマンの入線です。レース確定までしばらくお待ちください。枠番連勝複式27,1220円、馬番連勝複式2番8番1150円、枠番連勝単式72,2000円、馬番連勝単式8番2番2330円でございます。